こんばんは。再度5回目の移植周期に入りました。病院に行ってきましたのでお話ししたいと思います。前回の受診日に先生の方からプラノバールというピルを処方されました。ピルを飲み終わって1週間以内に生理が来るっていうことだったので、生理が来たら3日目から5日目の間に病院に来てくださいねって言われていて、飲み終わってだいたい5日目くらいに生理が来て D4 に病院に行ってきました。病院に着いていつも通り採血をしてエコーをして診察がありました。エコーでは先生から卵巣の腫れもなく子宮の状態も大丈夫ですよっていうふうに言っていただいて、先生との診察で今週期のスケジュールの確認がありました。1点変わった点があるんですけど、まず変わってない点は2個移植をするっていうこととホルモン補充でいくっていうこと、オプションでアシステッドハッチングをつけるのとヒアルロン酸培養液を使うっていうことは変わってなくて、1点変わった点がホルモン補充の薬を変えましょうっていうお話になりました。前回の時はエストラーナテープを使っていて、最初は4枚使ってて、で2回目の受診 D13 ぐらいの時に採血で女性ホルモンの値を調べたんですけど全然上がってなくて、そこでまたテープの量を増やしたり薬を追加したりっていうことで、結構急激に女性ホルモンの値を上げたっていう感じでした。その反省も踏まえて今回は最初からテープではなくて飲み薬でいきましょうという提案がありました。今周期はこのジュリナという薬を毎食後2錠ずつ飲みましょうっていう話になって、前通ってた病院ではエストラナテープとこの飲み薬が選べて、皮膚が弱かったら、こっちでいいですよみたいな感じで、私皮膚が弱いんでこっちの飲み薬にしてたので、なんか久しぶりにこれを最初から飲むなっていう感じです。あとは前回の周期から処方してもらってたこのサイレートっていう漢方を飲みます。これは毎食前に1袋ずつ飲みます。あとだいたい移植の日は D20 あたりになりますよっていうことを言われて、いつもはこの後看護師さんと薬の確認をして予約を取って帰るんですけど、この日はすごい処置室が混んでて先生が薬の説明もしてくださりました。さっき言ったみたいに、薬、ね、飲んでくださいねみたいな感じで言われて、次の受診が D13 に予約を取って帰ってくださいっていうことで、受付で予約を取ってお会計をしてこの日はおしまいでした。再出発ということで再び5回目の移植周期に入りました。とりあえず移植周期に入れてよかったなって今は安心しています。もう本当に何が起こるかわからないって自分の中では思ってて、無事にこうやって移植周期に入って、移植に向けて進めていけるっていうのも当たり前のことじゃないんだなっていうことをすごい感じたので、とりあえず移植周期に入れてよかったです。前回の移植周期を中止したっていう動画でたくさんの方が温かいコメントを本当にいただいて、すごく心が軽くなりました。いただいたメッセージの中で割と好きなことをして過ごしてましたよとか、好きなもの食べてましたよ、好きな場所に行ったりとか旅行に行ったりもしてましたよっていうメッセージが多かったなっていう印象だったんですけど、私はなんかどちらかというと採卵周期とか移植周期に入ったりとかすると結構気合入っちゃうタイプで、あれやった方がいいのかなとか、これしなきゃなとか思っちゃうタイプなんですけど、なんかリラックスして好きなことをして心が落ち着いてたり、体も
自然体で入れたり、そういう状態がすごくやっぱりいいんだろうなって思いました。今まで割と気合い入れてやったことないことも、トイレ入れてやってみよう、これいいって言ってたしなとか、そういう感じだったので、今周期は今の自分の環境もだいぶリラックスできて落ち着いていられたり、旦那さんとの2人の時間も前よりは結構持てるので、のんびりと好きなことをしてたまごちゃんをお迎えできたらいいのかなって思っています。まだ移植日まで時間があって、無事その移植日も迎えられるかまだわからないんですけど、迎えられるといいなって思いながらのんびりと過ごしていこうと思います。で、今回はエストラーナテープではなくてジュリナっていう飲み薬を飲むっていうことで、忘れないようにっていうことで、とにかく目につく机の上とかに置いて対策をしています。ジュリナっていうホルモン補充の薬と、あとサイレートと反復着床不全の病院でもらった薬も飲まなきゃなと思ってて、この3つはもう絶対忘れたくないなって思ってるので、あとまあサプリメントとかあるんですけど、この3つはもう絶対に忘れたくないって思ってるので、とにかく目につくところに置いて忘れないように飲んでいます。それでは今日はここまでです。最後まで動画見てくださりありがとうございました。ではまた病院に行きましたらご報告させていただきたいなって思っています。本当に毎日暑い日が続いておりますので、皆さんもお体に気をつけてお過ごしください。ではまた次の動画まで、さようなら。今日は最近のハマり物というか、よく使っているものをご紹介したいと思います。5つ全部であるんですけど、まあ、簡単にパッパッパッと紹介していきたいと思います。まず1つ目が、インスタフォローしてくださっている方は多分知ってると思うんですけど、この火を使わないお灸、これは3ヶ月前ぐらいからずっと使ってて、私は今まで灸天使っていうのと線香を使って、鍼灸で教えていただいたやり方でちょんちょんちょんってやってツボを押さえていくのをやってたんですけど、なかなかちょっとめんどくさくて、もう火使うのめんどくさいし、線香の灰は落ちるしと思って、まあ、値段的にはきっとそっちの方が安いんですけど、これはながらお灸ができるのですごくハマっています。中身はこういうのが入ってて、開けるとシールみたいに後ろがなってて、ここに、まあ、これが足だとしたら足のツボがあって、ここに貼ってこの上のシールを剥がす、まあ、最大で3時間までなんで、だいたい2時間半ぐらいツボに貼ってなんかいろいろ作業をしたりっていうことをしています。そう、すごい楽なんですよ。楽っていうのと、あと私エアコンが苦手で、今の時期結構部屋とかでエアコンつけたりとかしてるんですけど、やっぱり足が冷えたりとかするので、まあ、そういう時に作業しながらのお灸を貼ってっていうのをしています。私的にはよくて、もう空箱あったのはなくなっちゃったんですけど、3箱ぐらいリピートして買っています。これ見つけたのが朝銀女さんの YouTube で、どっか旅行に行くっていう時にパッキングしてた時にこれ持ってきますみたいなこと言ってて、あ、すごいいいなと思って使ってます。不妊治療目的じゃなくても、まあ、肩こりとかそういうところにも使えるみたいなので、私は結構今は必需品っていうぐらい使っています。で、2つ目は前動画で出たと思うんですけど、この天然のヨモギの入浴剤、お風呂に入れるものを好きで使
ってます。もともと旦那さんが出張に行って、そこの出張先でこのよもぎパックをいただいて、幼稚園持って帰ってきてこれもらったよって言ってて、その時私はそこまで興味示しなかったんですけど、使ってみたら結構良くて、よもぎが血流改善とかその血にまつわる分野が得意みたいな感じでネットに書いてあったので、あすごいいいなって思って今も使ってます。そして天然のよもぎなんで、すごいここからでも匂うんですけど、パックに入ってて、これを一回ちっちゃい鍋でお湯を張って煮出すんですよね。で煮出してそれをお風呂に入れるっていう感じで、でこれもお風呂に入れて一緒に入るっていう感じで、意外となんか体がポカポカするような感じがして好きで使ってます。ただよもぎが苦手な方は結構匂いがするので気をつけた方がいいかなって思うのと、あと次の日洗濯でお風呂のお湯使うときは使わないようにしています。大自然からのパワーを味わってくださいって書いてあって、なんかすごい私は好きで使っています。3つ目がずっと気になっててなかなか何かいいのかなって思って始める勇気がなくって始めなかったんですけど、この雑穀米、外食とかした時に白米と雑穀米どっちがいいですかってたまに選べるところがあって、でそういうところで雑穀米とか食べたりとかしてたんですけど、やっぱり体に良さそうだし試してみたいなって思いながらずっと過ごしてて、楽天のマラソンの時になんかいいのないかなと思って見てたんですけど、こちらのお店はいろんな種類の雑穀があって、これは一番なんかベーシックな白色の三重雑穀米ってやつで、なんかいろんな色で分けていろんな目的何々に特化してますよみたいなのがあって、私はもう初心者なので白にしたんですけど、食べてみたら結構美味しくて、最初試してみたいなっていうことで、まあ少量で安めでいいのがないかなと思って見てたらちょうどいいのがあって、味も美味しかったので普通の白米にこれを入れて一緒に炊いています。インスタの方で前になんかいい雑穀米ないですかっていう風に質問させていただいたことがあって、白漠さんのところで買ってますっていう方が多くて、今度は試してみたいなって思っています。で次がグリーンレモンティーです。これは YouTuber さんが飲んでて、あいいなと思って私も真似して飲み始めました。いつもは普通のルイボスティーを飲んでたんですけど、これはオーガニックのグリーンルイボスティーで、普通のルイボスティーよりも栄養価が高いみたいです。普通のルイボスティーとの違いは、グリーンルイボスティーは通常のルイボスティーとは異なり、茶葉を発酵させない非発酵製造、茶葉を急速乾燥させないことによりルイボス本来の栄養素をそのまま保有します。これにより通常のルイボスティーに比べフラボノイドは10倍以上、アスパラチンは約81倍にもなります。普通のルイボスティーよりもより高い効能で栄養価が高いっていうのと、ポリフェノールがたくさん含まれているので、まあ、美容にもいいっていうのを見て、あいいなって思って飲んでます。今までは本当に普通のものを飲んでたんですけど、やっぱりお茶って毎日口にするものなので、ちょっといいものを飲みたいな、どうせ毎日取るんだったらワンランク上のを飲みたいなと思って飲んでます。中に100個入ってるんですよ、こういうのが入ってるんですけど、私はこれをやかんに2つ入れて煮出して飲んでます。水出しもできるみたいなので簡単に美味しいグリーンルイボスティーが飲めるっていうので、結構仕事とか行ってた時はタンブラーにこの
グリーンルイボスティー入れて持ってったりとかもしていました。今も全然毎日飲んでます。次はこちらです。私は本を寝る前に読んでるっていうのを、まあ、YouTube でお話しさせていただいたんですけど、これはなんか勉強版として読んでるんですけど、血流が全て解決する、これ YouTube の視聴者さんが教えてくれた本で、私が血流が悪いっていうのが分かって、その時にコメントをしてくださって、こういう本がありますよっていうのを教えてくださったんですけど、もともとその勉強みたいな本があんまり得意じゃなくて、あ、どうなのかなって思ってたんですけど、やっぱり気になってメルカリで買ってみたら、なんかすごい分かりやすくて読んでます。すごいなんか前向きになれる文章なんですよ本当に。で、なんかこれいいなって思ったところがあったんですけど、病気を治したいとき、症状を改善したいとき、治すこと自体が本当の目標だと思いますか？膝の痛みを取りたいのは楽しく旅に出たいから、ダイエットをするのは痩せて自分に自信を持ちたいから、綺麗になりたいのは素敵な彼氏が欲しいから、生理痛や子宮内膜症の痛みを取りたいのはみんなと同じように毎日を笑顔で過ごしたいから、誰でも悩みを解決したその先の夢や目標があります。体の悩みを解決することはその先にある夢や目標を叶えることなんですって書いてあって、あ、なんかすごいいい考え方だなって思って、もうここを読んだ時になんかすごい感動しました。そうだよなって、いろんな悩みを持って、まあ、治療している方がいて、私はまあ不妊治療っていうことで、不妊治療してるのも目標があるからだし、その目的をいつかは達成できたらいいなと思って頑張っているところなので、前向きな言葉に、あ、すごいいいなって思って読んでます。いい本に出会えたなと思うので、教えてくださった視聴者さんには感謝だなって思ってます。あとちょっと本を読むのにテンションが上がるものがあって、それがこのハートのしおりなんですけど、たまたま見つけていいなと思って使ってます。こういう角っこにスッてはめるんですけど、手帳とかにも使えて、私が買おうって思った時がこのピンク色の色しかなかったんでこの色にしたんですけど、他にもなんかいろんな色があって、これしかもなんかすごい安いんですよ。200円ぐらいだったかな、なんですけど、本読むときにテンションが上がって、あ、今日も読もうっていう風になります。そんな感じで私の最近のハマり物、よく使ってるもの、おすすめしたいものでした。皆さんも何かおすすめのものがあったり、癒されるものがあったりしたら教えてください。それではさようなら。